こんにちは、ユアーズです。今回はランドクルーザー250専用ブレーキ全透過キットのご紹介です。ブレーキ全透過キットは車のブレーキランプの光る範囲を広げるためのカスタムパーツです。通常ランクル250のブレーキランプはテールランプのこの部分が光りますが、このキットを使うともっと広い範囲で光るようになります。ブレーキが見えやすくなる。後ろの車からブレーキを踏んだことがすぐに分かるようになるので、追突事故を防ぎやすくなります。特に雨の日や霧が出ている時、昼間の明るい時間でもしっかりブレーキランプが目立つため安全性が高まります。見た目がかっこよくなる。ブレーキ全透過キットを取り付けるとテールランプの光る面積が増えるので、普通の車よりもスタイリッシュで目を引くリアビューに変わります。人と違う車にしたいという方にはおすすめですよ。このキットはブレーキ操作だけで全透過を簡単にオンオフできる便利な機能を搭載しています。ブレーキペダルを操作するだけで切り替えができ、専用のスイッチを設置する必要もありません。これにより車内のスペースを無駄にすることなく快適に使えます。車検時や全透過の機能をオフにしておきたい場合に役立ちますよ。バックドアを開けて作業します。運転席側テールランプ横のパネルを外します。パネルの隙間に手を入れ、手前に引いて外してください。2箇所のボルトを外します。ソケットレンチを使用し外してください。車体に傷がつかないようにテールランプユニットの周りにマスキングテープを貼り保護してください。テールランプユニットの隙間に手を入れ、手前に引いてユニット本体を外してください。コネクタを外します。コネクタのロック解除部分を押しながら引き外してください。助手席側も同じように作業します。トランクルーム中央のデッキボードを上に開いてください。端から順にデッキボード本体を上に引っ張って浮かせてください。デッキボードはクリップで車体に固定されています。引っ張る際は力強く引いて外してください。左、中央、右のクリップを外してデッキボード全体が浮いた状態にしてください。デッキボード右側のフロアパネルを外します。パネルの隙間に手を入れ、真上に引っ張って取り外してください。同じようにデッキボード左側のフロアパネルを外してください。ラゲッジパネルを外します。パネルの隙間に指を入れて真上に引いて外してください。運転席側のフックを外します。フックを反時計回りに90度回転させ、手前に引いて外してください。フックの穴の中にボルトがあります。ソケットレンチを使ってボルトを外してください。同じように助手席側のフックを外してください。運転席側の下側のフックを外します。フックを下げて開いた状態にして、カバーに内張り剥がしの先を入れ、テコを使ってカバーを開けてください。カバーを固定しているボルトを外してください。ボルトを外したらフック下側を手前に引き出し取り外してください。助手席側も同じように外してください。運転席側のウェザーモールを手前に引き外してください。力強く引っ張りすぎるとちぎれる恐れがあるので注意して作業してください。助手席側も同じように外してください。ラゲッジサイドパネルを外します。
中で固定されているクリップを外すように車体内側方向に力を入れ、ラゲッジサイドパネルを外してください。助手席側も同じように作業してください。運転席側テールランプのゴムキャップを外します。ゴムキャップは指で強く押し込んで変形させながら引いて外してください。助手席側も同じように外してください。 A のパーツを取り付けます。運転席側のテールランプのコネクタに A のパーツのコネクタを接続してください。配線通しのワイヤーが付いていない方をゴムキャップの穴に入れ、パネル内側を通し外に出してください。配線通しのワイヤーに A のパーツの配線を固定してください。配線通しを引いて A のパーツの配線をパネル内側を通し外に出るように引き込んでください。B のパーツを取り付けます。助手席側のテールランプのコネクタに B のパーツを接続してください。運転席側と同じように B の配線をパネル内側に引き込んでください。B の配線を運転席側ラゲッジサイドパネル付近まで通していきます。ラゲッジパネル内の車内配線に沿って配線を通してください。B と A の配線を接続してください。余った配線の長さを調整し、絶縁テープなどできれいにまとめてください。コネクタ部分の配線が邪魔にならないようにテープなどできれいにまとめてください。助手席側も同じように作業します。ゴムキャップを戻します。漏水の原因にならないように配線はゴムキャップ下側を通るようにしてください。助手席側も同じように作業します。外したパーツを戻していきます。作業終了です。前灯下でブレーキを点灯させると、ブレーキランプとポジションランプの点灯に若干のタイムラグが生じます。仕様ですのでご了承お願いいたします。ブレーキ前灯下キットは車の後ろのライトを目立たせ、安全性を高めるための便利なアイテムです。見た目もかっこよくなり、取り付けも自分でできる範囲の難易度です。初めてカスタマイズする方にもおすすめですよ。ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、ベルマーク通知とチャンネル登録もお待ちしております。